never forgive me。 何だもかんだもないわよ。あなたこの間のサダの一件の後でヒロにだけご褒美をあげたそうじゃないの。それよ、私だって頑張ったんですけど。なのに何のねぎらいも受けてないんですけど。ノー、別に私はご褒美とかどうでもいいんだけど、ヒロが毎日自慢してきてうざいのよ。だからあの口を黙らせるために仕方なくあなたからのご褒美を受け取ってあげるわと、こう言ってるわけなのよ私は。何言ってんだこいつみたいな顔しない。あ、そうだわ、名時間といえば、っていうか今からついてきなさい。例のサダのことよ。あの子今うちで預かってるでしょ。No、だから今は監視付きで砂防の手伝いをさせているのよね。ならあれを見なさい。それじゃあこのカステーラと紅茶をくださる。す、え、なんてお言いになったの。す、あらゆる返事をすの一言で適当に済ませているのよ。それだけじゃないわ。それから紅茶の葉は。あの、いろいろ選ぶのは構わないけれど、後で絶対お代は払ってね。払うよね。はあ、あなた何を言って。一応ね、払ってくれるとは思うんだけど、一応の確認。ちょっと心配になって。客を全く信用していないから、いつもああして余計な確認を取っているの。おかげでここ数日店の評判は悪化の一途よ。シット、せっかく私が奔走して砂防の売り上げを伸ばしているのに。世話係の子もさぞ手を焼いていることでしょうね。人を疑ったりしちゃダメだぞ。ちゃんと目を見て話す。それでどんな人とでもすぐ分かり合えるんだ。さっちゃん言わないで、暑苦しい。それで注文はどうなったのかしら。す、よし、分かった。この場はお姉ちゃんに任せろ。じゃあ僕休憩行ってきます。噛み合ってないけど、だからどうにかしてほしいのよね。あれ、何か思いついたの？は？